はい、お家の前のね鉄板焼き屋さんめちゃくちゃ美味しいですけど、今キュウリをもらったついでに見たらパキラがねしなっているそうなんですけど、再生を教えても信じてもらえないのでパキラを今から再生したいと思います。じゃんじゃじゃーん、映る？おねえ映る？いや、恥ずかしかった恥ずかしかったパキラがだれてるから再生します。もうちっちゃくていい？ちっちゃくて、ドヤンス、ドヤンスってもうここでほう思っとって、えい、本当にこれ大丈夫？大丈夫、えい、たまに枯れるね、たまに枯れる、えい、はい、そして大丈夫、そしてこれはここにじゃん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 、はい、ここで何置いときましょう。あ、これこれはスルッパゲになったじゃん。スルッパゲよ、ビビるよ。はい、行くよ。葉っぱを落としまして、はい、うん、葉っぱ全部落とす、はい、まさかここでパキラの再生をするって思わなかったね。はい、1枚だけ、はい、ブスって刺す、いや、うん、ここブスってブスって刺す、ブスってこんなもん、うん、よっかよ、よしよし、行きます。ここはとっても美味しい鉄板焼き屋さんです。よろしくお願いします。はい皆さんお越しください。1万人ぐらい見るけどね。本当、うん、有名になるよ。全部切ったと？全部切らした。もうとにかく全部切らす。つるっぱげに刺す。はい。ちょっとゆかちゃんこれ持ってきて。ボスとか。あ、そして刺せばいいと？そうそう。へえ。あ、100% じゃないけどね。そう、今までの木は？葉っぱ出てくるよ。1ヶ月ぐらいしたら出てくる。1ヶ月も線で出てくると思う。本当やろね。うん。ダメだったらやる、俺のとば。あ、よかった。はい。あと1枚切る。はい。これはダメってことでしょ。うん、さらさらせな。うん、今降ってきた。はい。さしてください。この葉っぱ、いや焼けるもんね、どうせ。ブスって、うん、ガッてさしとっていい。はい。オッケーです。とあなたたちは管理がいいから大丈夫でしょう。私たちすごくないでも。いやすごいよ。クレスタをそんだけ育ててるけどね。そうでしょあれ。うん、上手よ。ちょっと変なこと。これはあのもみの木じゃないけんね。これゴールドクレスタだっけ。え、もみの木じゃないかねこれ。これ違う違う。これゴールドクレスタ。もみの木って思っとった。でも上手よ。だってこのぐらいだったのもこんな普通枯らすけんね。ああ、でここを芯を止めればここでこう出てくる。なんか変な形になってる。ああ、いいよいいよ。でもここまで行きたい。ああ、そうね。ただ、うん、ここまでね。吉田君、うちの鉢なんか鉢、大きい鉢いいって、これでこれでいこうよ、これだけ育ちよって、ちゃんとなんか鉢がちっちゃかった。大丈夫ね、これで、はい、鉄板焼きはちょっと移していこうか、ね、そして、はい、そしてそしてそして何そうしてね、あ、そうしてね、はい、鉄板焼き屋はここです。はい、美味しい鉄板焼きが食べれるんで、じゃあさ、あの女性だ、はい、女性だけの鉄板焼き屋さんです。そうそうそう、はい、ステーキもあります。セロ刺しが美味しいです、ね、出らんで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 よかね、で出るにはまだおしゃれだから横手よか女だけん、ね、家のパキラも洗わせたらいい。いいよいいよ、今なら全然大丈夫。今の時期がいい。そうそう、今の時期がいい。いっぱい出てくる。ダメだった時100円ショップ売ってあるパキラも。うん、だって100円のだもんあれ。そうやろ、うん、うん。大丈夫。メニュー表は？メニューはいっぱい。この YouTube を見て来た人には何かサービスしてあげてください。はい、言ってください。はい。
何でもあります、うん、ほらほら美味しそう。これおすすめ。あ、餃子美味しいです。あとは何がおすすめですか。こう、あ、全部おすすめなんだけどな。すすね、本当に美味しいんだもん。うん、一番おすすめは私たち。私たちが相手してくれます。かわいこちゃんが相手します。じゃあここで今度オフ会をやれるように集まります。あ、おすすめ広島焼き、はい、おすすめ広島焼きです。はい、デザートもあります。はい、よろしくお願いします。お姉もいます。後ろ姿にして、後ろ姿、はい、じゃあパッキラの再生をお楽しみにってバイバイって言って、バイバイって言って、バイバイ。うつさんだった最後まで。